どうも皆さんこんにちは、源氏ございます。そして海外の方々はじめまして、どうも源氏と申します。ゲスパネーゼウィーオーだぜということでよろしくお願いいたします。ということでですね、今回はですね案件提供ではないんですが、スペシャルな動画となっております。というのもですね、今回2022年春夏の N ハリウッドのコレクションを皆さんと見ていきたいと思います。で、皆さんと見ていくにあたり、このコレクションというのがアプリでの発表なんですね。なので普通皆さんってランウェイとかのねコレクションを想像する方が多いと思うんですけど、今回はまあいわばいい意味で違和感を覚えるようなコレクションになっているので、今日はですねそちらをまあ一回ちょっと説明を実は聞いているので、僕なりに皆さんに日本のファッションインフルエンサーを代表してですね、僕が皆さんにですねご紹介していければと考えております。で、そのアプリの使い方などを簡単に僕なりに説明した後にですね、今回海外の方々が見てくださっているところで、日本のファッション事情だったりとか、ジャパンファッション、ファッションジャパン、日本のファッション事情だったりとか、あとは日本のファッションユーチューバーだったりとか、あとファッションインフルエンサーがどのような発信をしているのか、そしてこんな感じはこんな感じをなぜしているのか、そして日本と海外の違いはどのような点にあるのかというのを、今回まあ N ハリウッドとは関係なくなってしまうんですが、日本のねファッションインフルエンサーの中ではナンバーワンのフォロワー数である僕源氏がですね、海外の方々にですね説明してくればと考えております。そして普段からねご視聴していただいている方々、どうですか？これね、めちゃくちゃ久しぶりない価格でしょ。俺自身が一番久しぶり。やばいんだけど、実家なんですよ。なんで、そちらも含めてね、いろいろ僕なりに過去を振り返りながら、皆さんにスペシャルな動画をお届けしたいと思います。では早速、行ってみよう！サーバーチャー！では早速見ていきましょう。じゃん。まずですね、スプリング2022と出るわけですね。スプリング2022コレクションクリックしていきます。というようにですね、まあN ハリウッドのデザイナー、オバナさん自身が、まあ、ゲームが好きというところで、まあ、そのゲームの、まあ、ポンズだったりとか雰囲気になぞって、今回のコレクションの、まあ、メッセージだったりとかが掲載されてあります。こちら、しばらくするとですね、まあ、画面が切り替わったりとか、あとは、まあ、この画面を、まあ、すっ飛ばしてですね、クリックすると次の画面に飛べます。まあ、英語でね、書いてあることがわからないよという方々に、日本語でですね、表示すると、まあ、こんな感じですね。はい。まあ、いわば、一言で表すと、違和感ですね。もう違和感です。皆さん違和感感じてますか？僕今感じています。はい。ではクリックしていきたいと思います。今回、まあ、ニューヨークの街並みの中にアバターが歩いている中で、まあ、このアバターの洋服を、今回のですね2022の洋服を着せ替えできるんですね。これタッチするとぐるんぐるん回るんですよ。すごくない？上から見たり下から見たり、まあ、横から見たりとかぐるんぐるんすることができて、これタッチするんですよ。テイ。そうすると3つの丸が出てきたと思うんですけど、例えばじゃあ頭のところをクリックすると、まあ、下に画面が出てくるんですね。でタッチすると、はい。何かね、色が変わったでしょ。で、腕のところタッチすると、何？ということで、はい。何ですかこれは？ということですね。柄が変わったわけですね。カラーが変わった。で、これはあえて 3D ではなくて、何かこう、違和感を覚えるような、あえて 2D で腕のところだけ表示しているんですね。で、戻すとこんな感じ。で、じゃあパンツ変えていきましょう。パンツはですね、3D でやっているそうです。はい。このチェックの柄だったりとか、あとはグレーだったりとか、まあインディゴだったりとか、まあ選べるわけですね。そんな感じで、普通だったらね、ランウェイで見るところを、今回はアプリで見ていくという、かなり斬新な方法をとってるわけですね。で、360度回すと、これなんかこの腕のところだけ、なんか柄が変わってない感じが、かなりね、こう、いい意味での不思議な体験を生んでくれるかなというふうに思います。っていうように、今回その合計で17の数があるんですけども、それをですね、まあ、いくつか見ていきたいと思います。久しぶりの実家の撮影でちょっとね、暑いですね。はい。ちょっと脱いでいきましょうか。出ました。今回ですね、丸は増えまして、例えばボディのところでと、まあ、こんな感じで、レザー調にしてみたりとか、さらには腕のところもデニムのね、2D の素材になったりとか、襟のところですね、襟のところもこのようにデニム生地に変えられたりとか、で、パンツもチェック側に変えられたりとかする感じですね。なんで今までは自分がね、着替えて鏡の前で見ていかなきゃいけなかったところ、このアプリでは、まあ、仮想現実であるけども、洋服を変えられるってことですね。これね、アップだったりとかクローズとかすると近づけたりするんですね。なので素材感とかがより近くで分かったりするらしいんですね。だいぶオーバーサイズですね。お尻周り見えちゃってるね。かっこいいな普通に。今回別に案件とかじゃないから、別に N ハリのコレクションをベタ褒めしようぜっていう回ではないんですよ。にしてもかっこいい。新しいことやってるし。はい、カットソーね。すごいね、この 3D で結構表現できてんね。これすごない？
ショップ行くまでもない。このモックネックの感じとか、わかる？これ。このモックネックの感じ。この、頭皮じゃなくて、